上空における流星帯の推定飛行経路赤の線は軌道。緑の線は爆発による低周波音の届いた方角。オレンジの印はメテオサットが撮影した火球の位置。ナイル川上空を通過した地点から数箇所での推定高度が表記してある。2008TC3 は2008年10月7日の協定世界時2時46分に 地球の大気圏に突入し、スーダンのヌビア砂漠上空 37km 付近で爆発した推定直径 2m から 5m、推定質量約8トンの微小天体である。これは史上初の地球の大気圏と衝突する前に発見された天体であり、スペースガードとして知られる地球近傍天体の検出と追跡のプロセスが実地で試されることとなった。 2008年12月から行われた現地調査によって280個約4キログラムの破片が回収されアルマハータ失態隕石と名付けられた。これらはユレーライトと呼ばれる微小ダイヤモンドを含んだ珍しいタイプの隕石である。この微小天体は大気圏に突入する約20時間前の10月6日6時39分、リチャード・コワルスキーによって アメリカ合衆国アリゾナ州通村の北にある19時間足らずの間に27組のアマチュアまたはプロの観測者によって586回の視察測定と多数の写真観測が行われ小惑星センターに報告されたそれらの観測をもとに11時間で25本の小惑星電子解放が発行されその度に軌道が更新されたピサ大学の クリマン2班自動追跡システムとジェット推進研究所のセントリーシステムが衝突を予測した。カナリア諸島のラパルマにある4.2メートルのウィリアム・ハーシェル望遠鏡を用いて行われた分光観測は C 型ないし M 型小惑星のものと一致した。10月7日1時49分、微小天体は地球の影に入り観測不能になった。 2008TC3 の母天体の候補としては、アポロ軍の小惑星 1998KU2 が挙げられていたが、原子惑星由来であるともされる。中野周一は、もし地球に落下せず、ギリギリのところを通過した場合は、地球の重力による接動でアテン軍の軌道に遷移したと推測している。微小天体は、スーダン北部の上空で、 秒速 12.8km で流星のように大気圏に突入したことが確認された。方位角281度、地平線に対して19度の方向から飛来してきたと推定される。この流星体は、早朝の空で TNT 換算2 1キロトン相当の爆発を起こし、大きな火球を発生させた。そこはほとんど人が住んでいない。 ヌビア砂漠の壁地だったが、1400km 離れたチャド上空を飛行していた、KLM 機の乗員が激しい閃光を目撃している。欧州気象衛星開発機構のメテオサット8号が、解像度の低い画像で火球を捉えていた。その画像によれば、火球の位置は、北緯21度統計32.15度である。ケニアの低周波音検出アーレイは、 TNT 換算1.1から2.1キロトン相当の爆発によると思われる衝撃波を捉えた。この規模の隕石は1年に2個か3個の割合で地球に落下している。微小天体の軌道は北緯20.3度統計33.5度付近で地球の表面と接することが示されていたが、実際にはそこより100から200キロメートルにしかつ、ナイル川よりやや東。 エジプトとスーダンの国境より 100km ほど南の上空で爆散したと考えられる。アメリカ合衆国政府の発表によれば、アメリカの衛星による観測では、2時45分40秒に、北緯20.9度統計31.4度、高度 65.4km で火球が出現し、北緯20.8度統計32.2度、高度 37km で爆発したという。 2009年2月28日にスーダンのヌビア砂漠でピーター・ジェニス・ケンスラが発見した 2008TC3 の破片。2008年12月6日から現地調査が行われ280個約4キログラムの破片が回収された。それらはヌビア砂漠を縦断している鉄道線の最寄り駅からアルマハータ失態隕石と名付けられた。この調査は カリフォルニア州のセティ研究所のピーター・ジェニス・ケンスとハルツーム大学のムアーウィア・シャッタードのもとで同大学の学生、職員たちによって行われた。調査を始めてから3日の間に最初の15個の隕石が見つかった。調査は多くの目撃者へのインタビューとカリフォルニア州パサデナのジェット推進研究所が作成した目標地域の地図に基づいて行われた。 これら以前にも空で目撃された火球の破片が発見されることはあったが、地球に衝突する前に宇宙空間で捕捉された物体の破片が発見されたのは、これが初めてである。アルマハータ失態隕石のサンプルは、分析のためにカリフォルニア州のエイムズ研究センター、ヒューストンのジョンソン宇宙センター、ワシントンカーネギー協会、ニューヨークのフォーダム大学などに送られた。 分析結果は、炭化物の粒を多量に含む、珍しい、非常に粒子の細かい、空撃率が30%前後の、多子混合格力眼、揺れエライトの炭成分へコンドライトであることを示している。反射スペクトルは、F 型小惑星のようである。このような素性の物質は、直径が少なくとも 100km 以上ある天体の、内部で、 結晶文化作用により形成されたと考えられる。ありがとうございます。